海と日本。来ました来ました、あれです。こちらが穴子調査団の成果を発表する電車なんです。来ました。今回紹介する海人は小学5、6年生の穴子調査団。調査団は穴子漁を見学したり、穴子さばきを体験したりと、大竹の漁師さんを取材し、新聞記事にしてまとめました。魚が取れるところが、今の仕掛けそのものが。そしてこの日、彼らの作った新聞が電車内に展示されたのです。この電車は22日まで広島市内や宮島線を走る予定。記事はどれも海への愛情であふれています。穴子へ島の温暖化を及ぼす影響とか。すごいね、穴子と地球温暖化がテーマで。ちょっと難しかったけど、やっぱりなんかいろいろ穴子とかの体験とかもできて結構楽しかったし。学校や学年もバラバラだった子どもたちですが、海での活動を通じて仲良くなったようです。大変だったこととか聞いてきました。おうおう、それ聞いてどう思いました？工夫があるからこそ取れる数が減少していても取れるんだなと思いました。海と日本。海と日本プロジェクト in 広島、見てくれてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。